キングカレンの店名で知られるキングカレングロサリーはアメリカ合衆国のスーパーマーケットチェーン。ニューヨーク州のロングアイランドとスタテンアイランドで45店舗を展開している。1930年にマイケル・ジェイ・カレンが創業した同社は本社をロングアイランドのベスページに置いている。キングカレンはスミソニアン学術協会によって アメリカ初のスーパーマーケットと認定されていることで知られている。ベスページのキングカレン本社キングカレンはマイケル・ j カレンが自ら編み出した近代的なスーパーマーケットのコンセプトを実現するために創業したものである。当時クローガーの社員であったカレンは社長だったバーナード・クローガーに手紙を書き送って低価格、現金払い、配送なし、大規模、 大駐車場といった特徴を持つ新しいタイプの食料品店を提案し、それを実現しようとした。提案の中で、カレンは、この新形態の店舗は、当時の平均的なクローガーや A&P のチェーン店に比べると、10倍の利益をもたらすと述べた。しかし、この手紙に返事はなく、カレンはクローガーを退社して、家族と共にロングアイランドに移り、 自らのコンセプトを実現する店を始めた。カレンは、クイーンズ区のジャマイカ地区の商業地の近くにあった171丁目とジャマイカアベニューの交差点に空きガレージを借りて店を始めた。キングカレンと名付けられた店は1930年8月4日に開店した。キングカレンはアメリカ発のスーパーマーケットとして知られ、スミソニアン学術協会などによってその地位を 認定されている。同社は現在もカレン家によって所有されている。1974年から1983年までニューヨーク市議会議員であったジャック・ムラ・通りは政界引退後同社の役員を務めた2007年にスーパーマーケットニュースが発表した北米食品小売業上位75社でキングカレンは推計売り上げ8億ドルで75位にランクされた。 スーパーマーケットニュースランクとキングカレンナンバー75インザ2007トップ75ノースアメリカンフードリーテイラースベースドウ2 0 5 0 6フィスカルイヤーエステマイテッドセールスオブ800ドルミリオンノースバビロンのキングカレン店舗の外観キングカレンのチェーン店45店舗はすべてロングアイランドとスタテンアイランドにあるありがとうございます